宮彩さん。日本共産党の宇都宮彩です。通告に基づいて自衛隊への名簿提供についてお伺いします。宮津市では自衛隊への自衛官募集事務に係る対象となる人、未成年者を含む個人情報提供を行っていますが、この対象者には個人情報を提供することについての同意は得ていません。この自衛隊への名簿提供については2024年令和6年3月29日に奈良市在住の当時高校3年生だった市民が奈良市と国を相手取り、自衛隊への個人情報提供は憲法違反であるとして違憲訴訟を起こしています。本人の同意なく自衛隊への個人情報の提供を行うことは個人のプライバシー権、日本国憲法13条の侵害であり、すべきでないとの立場から順にお伺いをいたします。はじめに宮津市が自衛官募集事務に係る名簿の情報提供はどこの要請を受けていつから行ってきたのかお伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。自衛官募集事務は自衛隊法第97条第1項による法定自宅事務であります。自衛隊への情報提供は自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛省の要請に基づいて実施をしているものであります。この、個人情報の提供の開始時期はですね、ちょっと遡って調べましたが、いつからかというのはちょっと確認できなかったということですが、ずいぶん昔からやっていること であります。宇都宮彩さん。わかりました。私も、市の、昨年、10月号の広報宮津でも見かけましたけれども、この情報提供を行っているということの文章が書いてあるのを読ませていただきました。そこには、どうも情報提供の仕方の方法が変わっているように思いましたけれども、そのあたりについてのご説明を受けたいと思います。宮崎総務部長。情報提供の仕方が変わっていることの説明と今おっしゃいましたでしょうか。はい。提供する個人情報の、提供の仕方でありますけれども、従前は、自衛隊に、来てもらって住民基本台帳を閲覧してもらうという方式でありました。これを、昨年度、令和5年で昨年度から、宛名シールにより提供するという方法に変えております。宇都宮彩さん。それでは、再質問していきたいと思うんですけれども、市への、この情報提供の依頼、防衛省の方からということで、先ほど、規定の方も述べていただきましたけれども、この個人情報の取り扱いについて、決め事などの覚書などは取り交わすことはあったのでしょうか。お願いいたします。宮崎総務部長。防衛省と市の間での覚書という趣旨のご質問でしょうか。そうでありましたら、そういう覚書というのはございません。宇都宮彩さん。防衛省とはなければ、例えば、この、京都府の、自衛隊、京都地方部とか、そういったところとの取り交わしというのはなかったでしょうか。確認をさせていただきたいと思います。宮崎総務部長。
その覚書があったかどうかということで今聞かれているわけですけれども、私の知ってる限りはちょっとないということで、確認をしてございます。角宮彩さん。ないということで伺いましたけれども、やはりそのあたり取り返している市町村もあるということで聞いてるんですけども、まあ、この個人の非常に大切な情報を扱う自治体として、この取り扱いも含めて、まあ、こういったことの内容について覚え書きを交わすことは必要ではないかと思うんですけれども、そのあたりの認識を伺いたいと思います。宮崎総務部長。先ほど申しました通り、法定受託事務であります。まあ、法令に基づき、適切に対応していくべしだというふうに考えております。角宮彩さん。それでは、名簿提供の、対象と、それと提供する情報と、まあ、先ほど情報提供の方法というのを伺いましたけれども、もう少し具体的にお聞かせしていただき、聞かせていただきたいのと、またこれにかかってくる費用というのはどのぐらいになるんでしょうか、お伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。はい、提供いたします個人情報は翌年度に18歳になる者の住所・氏名であります。宛名シールにより提供しております。これにかかる経費でございますけれども、人件費含めまして500円程度だということであります。角宮彩さん。はい、今対象者翌年18歳になる方ということで伺いましたけれども、ということは、前年度の方の情報を得ているということの認識でよかったんでしょうか。それと、まあ、費用の、ごめんなさいね、情報提供の、分ですけれども、募集対象者の、個人の、まあ、住所とか氏名とかいろいろあると思いますけれども、どの部分になるのかもう一度伺いたいと思います。それと費用が500円程度のものだということで伺いましたけれども、この費用というのはどこが持つようになっているのか伺いたいと思います。宮崎総務部長。3点いただいたと思っています。提供する情報というのは個人情報4情報のうち、住所・氏名ということであります。それから、費用についてということでありますが、これ法定住宅事務でありますので、宮津市が、まあ、一旦負担をしている、まあ、自衛隊から、応分の、交付金というのをいただいているということになろうかというふうに思っております。すみません、ちょっと一点質問がちょっと忘れましたので、もしよろしければもう一度お願いします。宇都宮彩さん。伺いましたけれども、あと、翌年18歳になる方の募集ということだったと思うんですけれども、そうなりますと、情報提供する年齢の方っていうのは16歳から17歳になるのかなと思うんですけど、そのあたりの年齢確認もう一度させてください。お願いします。宮崎総務部長。失礼しました。その通りであります。翌年に18歳になる、ものの情報だということであります。宇都宮彩さん。でしたら、ちょっとホームページ見させていただきましたけれども、17歳と21歳と、募集の方、ごめんなさい、情報提供するということで記載がある中で、今年度17歳になる人ということで、されている、こういった名簿提供していることについてはなぜなのか伺いたいと思います。宮崎総務部長。
自衛隊から の, あの、まあ、要請によるものだということであります。その根拠は自衛隊法施行令120条だということであります。宇都宮彩さん。そうなんですけれども、市のホームページではですね、17歳と21歳とかということで2つの年齢が書かれてましたし、それからまあ広報後で触れますけれども、広報でも2つの年齢を記載されているということで、実際に年齢提供している年齢と、それと広報されている年齢とがこういった乖離があるわけですけれども、それは何でなのかということをちょっと伺いたいなと思いました。お答えいただければと思います。宮崎総務部長。ちょっと実務の関係になりますけれども、広報ホームページというのは昨年の10月ぐらいにアップしてるんだと思っております。でその後自衛隊から の改めての実際の要請がありまして、今年度は、22歳に到達する社の情報は依頼がなかった。で18歳のみ の, 情報あの提供依頼があったということで、執行は18歳分だったということであります。宇都宮彩さん。わかりました。まあそういったことが実際には執行でそういうふうになったと、まあ、自衛隊からの、まあこう22歳に到達する、年齢の方の依頼がなかったということは確認できました。では、名簿提供するのは、まあ、今17歳ということで実際にはそうなんですけれども、まあ、16歳から17歳これは未成年であります。まあ、この未成年者の名簿の情報提供、こういったことに対しては、どのような認識を持っておられますでしょうか。未成年者の名簿提供には関しては提出に関しては保護者の同意は私必要ではないかなと思うんですね。よくですね、まあ未成年者についての、調べておりますと、例えば企業が未成年者と何か契約を締結するときには必ず法定代理人の同意書面取得しましょうとか、こういった注意喚起が出てるわけですけれども、そのあたりの認識っていうのはどのようにお持ちになっているのか。私はこう保護者の同意っていうのが必要ではないかと思いますけれども、お伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。ただいま議員法定代理、というようなことをおっしゃいましたが、法的行為ができるということとちょっと混乱をされているかなというふうに思います。この自衛隊の情報提供については、未成年者、成年というのは関係ないというふうに思っております。宇都宮彩さん。関係ないということで、まあ、お伺いしましたけれども、まあ、子どもを持つ親にとっては非常に、心配な事故ではないかなと感じております。それとですね、まあ、伺う中で、名簿提供対象者、まあ、先ほど、17歳にしたことというのを伺いましたけれども、じゃあ自衛隊の方からこれはおそらくダイレクトメールが送付されたりするということで、ある保護者の方からも送られてきたことがあったということで、確認したことがあるんですけれども、大体このダイレクトメールっていつごろ、送付されてくるものなのかお伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。それは自衛隊がやってらっしゃることですので、ちょっと私の方ではお答えできないというふうに思っています。宇都宮彩さん。まあ、自衛隊の方がされているということで、答えられることができないということなんですけれども、先ほど、まあ、未成年者の名簿が提供されているという中で、まあ、我が町の大事な、子どもたちの名簿であります。
そして、いつそういうものが届くかわからないということはいかがなものかと私は思うわけです。そのことはですね、子どものお持ちの保護者からいつそれが決まってそんなことがどうなっているのかっていうお声もいただいているわけですね。ですので、まあ、ちょうどこの年齢の方以外にもそれ以下の年齢の方からも一体それはどういうことなんでしょうということで私は声をいただいているわけなので、きちっと説明できるようにしていただきたいなと思います。それはおそらく先に質問させていただきました、まあ、覚書ということは、どうなんでしょうかとは聞かせてもらいましたけれども、そのあたりもですね、どういうふうに、子どもたちの名簿がどういうふうに使われていくのかということはしっかり市としても個人情報を守る上で大切なのではないかと私は思っておりますのでお願いしたいなと思います。それからですね、ちょっと気になるのはですね、情報提供の対象者はホームページでは今年度17歳、21歳になる人を対象としておりましたけれども、同年のですね、10月に発行された広報宮津では今年度18歳、22歳になる方との記載がありました。市民は全国配布される広報宮津で情報を得ることになりますけれども、ホームページで記載されている年齢と広報宮津で記載されていた年齢の差があります。当然、市民の方は対象者、今年度18歳、22歳になる方という理解であると思いますけれども、この違いは何なのかお伺いしたいと思います。宮崎総務部長。すいません、その点についてですが、ちょっと広報誌の方の、ミスでありまして、ちょっと後ほど確認をして、先般 の確認をしたところであります。広報誌の方にちょっとミスがあったということでありまして、正しくはホームページの方の記載が正しいということであります。宇都宮彩さん。これ最近の話でなくて昨年度の話ですよね。これって大きなミスになってるんじゃないでしょうかね。仮にですね、これを見かけた方は、うちの子は今年この対象ではないなっていうふうに思われたと思うんですね。でも実際に渡していたのは先ほど伺うとその前の年の方、これはこの個人情報を取り扱う上で大変これ重要な問題ではあったのかなと私は思っています。実際には17歳、まあ、16から17歳の子どもたちの名簿が提供されていたということで、この誤りについては、私はこの対象となった方々に対してきちっとですね、この誤りについてお伝えしお詫びすることが当然ではないかと思っております。やはりこれ宮津市の信頼を大きく失墜されるものではないんじゃないか。昨年度のことですけど、私これ至急に対応すべきでないかと思います。その点についての見解を伺いたいと思います。宮崎総務部長。適切に対応させていただきたいなというふうに思ってございます。宇都宮彩さん。適切に対応、もう少し具体的に詳しくしていただきたい。先ほども何度も申し上げているように、これは子どもたちの個人情報ですよね。本来だったら保護者の方にきちっと誤りがあって当然だと思います。そういったことについては、適切に対応する、もう少しこの辺具体的に示していただかないと納得がいかない方もあるのではないでしょうか。そのあたりについて再度ご答弁をお願いしたいと思います。宮崎総務部長。広報宮津で誤りがあったということでございますので、広報宮津の方で、訂正を出させていただきたいというふうに思います。宇都宮彩さん。広報宮津だけで済む問題なのかなと私は思っておりますので、やはり丁寧にですね、対象となった方々にはきちっとお詫びの文書なりっていうのはするべきではないかと思います。それでですね、この名簿提供では先ほど聞きました4情報のうち
住所、氏名のこの2つの情報が提供されているわけですけれども、それ以上に、情報提供の依頼というのがもしあった場合の時の対応というのは、なさるんでしょうか。お伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。仮定のご質問の流れなんですけれども、法定受託事務でございますので、法令に基づいて適切に対応してまいるということであります。宇都宮彩さん、でしたらですね、令和4年度まで、令和4年度までは閲覧だった対応のものがですね、先ほど伺ったところでは、宛名シールという形に変えられてこられましたけれども、情報提供、この変えた理由というのを伺いたいと思います。それとですね、合わせてですね、今、宛名シールとなっておりますけれども、この名簿提供の方法を変更することっていうのはあるんでしょうか。調べてみますと、この、紙媒体的な形で提供するやり方と電子媒体で提供するやり方とっていうのが2通り、見かけたんですけれども、そういった形で変更するということはありますでしょうか。お伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。情報提供の仕方の変更は近年他自治体でも変更が進んできているところであります。以前は住民基本台帳を閲覧させるという方式でありましたが、紙媒体で提供する、あるいは宛名シールで提供するという方法に置き換わりつつあるというところであります。宇都宮彩さん。分かりました。宛名シールの方法ということで市を行ってますけど、ちなみに、京都府下では、こういった対応されているのはどうも宮津市と京都市だけのようです。では、この宮津市のホームページでは自衛隊募集事務に係る対象者情報の提供についてということの記載の中で、提供する情報は自衛官 と自衛官候補生の募集の送付に適用使用される、また自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしていると記載されていました。この自衛隊にて、個人情報の適正管理とはどのように行われているのか、認識を伺いたいと思います。宮崎総務長。法令に基づき適切に管理されているということであります。宇都宮彩さん。ではですね、次の質問で、令和5年度に対象となった、17歳、22歳の年齢はあれなので、それぞれの、ですね、令和5年、令和6年ですけれども、対象となった方たちの、人数と、見込み人数と伺っていきたいと思います。宮崎総務部長。令和5年度、の対象者ということでございます。令和5年度の対象者18歳に、なる、対象者数については150人程度でありました。そして22歳になる、年齢の対象者というのは自衛隊から今回依頼がなくて、提供はいたしておりません。次に6年度に対象になる、人数というのは135人程度を見込んでおります。宇都宮彩さん。人数確認できました。それでは自衛隊への個人情報の提供について市民への周知はどのように行っているのかお伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。
先ほど来話になっていますけれども、広報宮津、それから市のホームページで、まあ、周知を今後もしていくということになります。宇都宮彩さん。ですね、まあ、広報とかホームページで周知をしていくということなんですけれども、そうですね、この先ほど来情報提供の対象となっている16歳から17歳この未成年も含まれることから、まあ、果たして市のご本人がですね、広報やホームページを見ているのかって思うんですね。で、対象となる方の、保護者も必ずしも見ているとは限らないって思います。情報提供を行っていることを、まあ、市のホームページだったり広報宮津ではありますけれども、なかなかですね、このことについて周知が徹底されていないのかなと思いますけれども、まあ、見ている限りは、令和5年度10月ということで年に1回ということなんですけれども、しっかりもう少し周知をしないとこれは、いけないではないかと思うんですけれども、そのあたりの見解について伺いたいと思います。宮崎総務部長。はい、広報宮津、引き続き広報宮津市のホームページでしっかり周知をしてまいりたいというふうに思っております。宇都宮彩さん。ではですね、しっかり、年に1回だけでなく、市の方で、何度かこれは行っていただくようにお願いしたいと思います。それからですね、この個人情報の提供を望まない方への対応というのはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。宮崎総務部長。はい、これは宛名シール方式に変えたときに新たにこう、設定した方式ということでありますが、申請をしていただくことで対象から除外をするということにしております。宇都宮彩さん。そうですか、わかりました。でしたら具体的にですね、これはどのように、行っていくのか、除外したいなと思われた方に対してはどのような方法でなさるのか、具体的にご説明を願いたいと思います。宮崎総務部長。市の方へお申し出をいただいて、申請をしていただくということになります。そのあたりも広報宮津、それから市のホームページにも記載を、しております。宇都宮彩さん。まあ、言ったら、この手続きというのは、まあ、インターネットから簡単にできるものなんでしょうかね。そのあたりをもう一度確認させていただきたいと思いますし、特に本人確認に必要なく、まあ、窓口に行って名前、住所まあ、二情報を今提供しているわけですから、その二情報をお伝えしてすれば簡単に手続きができるものなのか、そのあたりもう少しお願いしたいと思います。宮崎総務部長。すみません、この部分についてはまだ電子申請というのができておりませんので、市の方に来ていただいて、申し込みを書いていただくということになります。宇都宮彩さん。ここは DX になってないということですね。わかりました。まあ、書いていただくというのは今私が言ったこの程度の情報でいいのか、それとですね、特にこのことに対しては本人確認等というのはないんでしょうか。もしありましたら具体的にそのあたりもお示しください。宮崎総務部長。本人確認というのは4情報で確認をしたいというふうに思っております。宇都宮彩さん。ですね、でしたらこれ、まあ、ご本人でなくてご家族の方がこう
まあ、本人が要は未成年者も未成年者ですから、宮津氏が出したのは、まあ、ご家族の方が法定代理人となって申請することは可能なんでしょうか。そのあたりをお願いしたいのと、そういった場合ですね、今こう代理人が、代わってする場合にやはり同じように身分証明書というのが必要だと思うんですね。そのあたりの、件についてはいかがでしょうか。お伺いしたいと思います。宮崎総務部長。これはもう未成年者の 法的行為ですから、当然法定代理人の方からは申請いただけるということにしております。その法定代理人の方の、身分確認のやり方、ちょっと今私把握してないので、また確認をしていきたいというふうに思います。宇都宮彩さん。しっかりその辺答えられるようにいただきたいなって、これすごく大事なことだと思います。というのが今ですね、いろんなものに本人確認すごく必要になっておりまして、先日も前の保険証のことについて小野議員もされてましたけれども、この今よくマイナンバーカードがなければいろんな契約ができなくなってきたりという話も聞くんですね。ですからどういったもので身分確認をしていくのか、本人確認していくのかということがあると思います。もしですね、じゃあこの本人確認の時にマイナンバーカードを示してくださいと言われた時に、そういった時にですね、もし作成されてない場合っていうのは、どうなんでしょうか。例えば今ですと保険証っていうのがよくですね本人確認に使われたりしますけれども、まあ、仮にですねこの保険証12月2日から廃止されて資格確認書となっていきますけれども、そういった場合の時の対応というのはどのように考えているでしょうか。お伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。先ほども申しましたが、法定代理人の本人確認の方法って今ちょっと把握してないので、どの方法でやるかというのは今お答えできません。申し訳ないです。宇都宮彩さん。じゃあ後ほどお調べいただいてお答えください。それでですね、この、除外の申請というのはどのぐらいあったのかをお伺いしたいと思います。宮崎総務部長。これまでに、まあ、申請もありません。問い合わせもありません。宇都宮彩さん。はい、まあ、問い合わせも申請もなかったということで、まあ、周知の私は問題もあったのかなと思いますし、それとですね、まあ、先ほどこの広報宮津で出された年齢と実際に提供された年齢と違ったわけですよね。ですから広報宮津で見たときに、あ、うちの子供は対象になってないな思っていた方が実は対象になってたということであったわけですけれども、もしですねそういう間違いなければ、もしかしたらこの問い合わせなり申請件数があったかもしれないと私は思ってますので、やはり周知も含めて、まあ、誤りもそうですけれども、周知の方をやっぱりしっかりしていくべきじゃないかと思っています。そういった中でですね、仮にですね、この除外申請今回はありませんでしたというお答えでしたけれども、この除外申請の方の名簿の扱いについてはどうなっているのか、そのあたり伺いたいと思います。宮崎総務部長。除外申請された方の名簿の扱い、除外申請された方は、その自衛隊の情報提供する情報から除くということであります。宇都宮彩さん。じゃあ市の方でしっかり保管管理をされているという認識でよかったのでしょうか。
そのあたり確認をしたいと思います。宮崎総務部長。そのように対応してまいります。宇都宮彩さん。それですね、除外申請について、引き続きちょっともう一点気になる点があるんですけれども、この広報宮津でもそうですけれども、10月に発行されて、この申請期間11月30日までということで非常に期間が短いと思うんですね。ですからこの短い期間で本当に私周知が図れたのかなって思っております。この期間の問題とか、あるいはちょっとお答えしきれていただいてないですけども、この除外申請 の手続き、もっと簡素化していただきたいなと思うんですけども、そのあたりについて、ご答弁を願いたいと思います。宮崎総務部長。はい、ただいま議員からいただいたことも含めましてですね、それはしっかり対応してまいりたい、検討してまいりたいというふうには思っております。宇都宮彩さん。ではよろしくお願いしたいと思います。次にですね、自衛隊への名簿提供についてはどのような法令に基づいて行っているのかということなんですけど、まあ、先ほど来、いろいろな法令等を述べていただいて答弁はしていただいてますけれども、再度そのあたりについて、ご答弁を願いたいと思います。宮崎総務部長。先ほど申し上げた通り、自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条であります。宇都宮彩さん。分かりました。今、いただきました自衛隊法97条第1項では、都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより、自衛官及び自衛隊候補生の募集に関する支部の一部を行うと定めているのみで、募集事務の具体的な内容は定めていないのではないかと思います。なぜ宮津市がこの個人情報提供を行っているのか、外部組織への情報提供は目的外使用に当たらないのかという市民の声も聞くんですけども、そのあたりのご説明をお願いしたいと思います。宮崎総務部長。自衛隊法施行令120条では、防衛大臣は都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるということになっています。それから今お触れになりました外部提供ということをおっしゃいましたが、これは個人情報の保護に関する法律のことだというふうに思います。個人情報の保護に関する法律第69条は、法令に基づく場合は本人同意なく情報提供できるという旨を規定をしているということであります。宇都宮彩さん。わかりましたけれども、先ほど、自衛隊法施行令120条の防衛大臣が市町村長に募集に必要な資料の提出を求めることができるということなんですけれども、全国的に見てもそうですし、この負荷見てもそうですけれども、必ずしも、これを、言ったら閲覧ですね、になっているままのところの自治体もあるわけですけれども、この宮津市にとってですね、情報提供を行うことで何か不利益はあるんでしょうか。お伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。不利益はありません。宇都宮彩さん。利益がないということであれば、どうしても情報提供しなければならないということではないと思います。では、市民からですね、自治体が個人情報を、
テナシールで、自衛隊の情報提供を行っていることに疑問の声が上がっております。対象者へ個人情報の提供について同意を得るべきだと思いますけれども、まあ、先ほど、法の、法律個人情報法の法律は述べていただきましたけど、再度この同意を私は求めるべきだと思います。というのが先ほど来お伝えしているように16歳か17歳ですよね。これ未成年です。まあ、こういった教育の観点から見てもそういった子どもたちの同意を得ずして私でいいもんだろうか、こういった市民の声が上がっております。ご本人お子さんだけでなくて、やはりですねご家族の方でもなぜそうなっているのかということで不安の声を聞いておりますけれども、そのあたりの見解再度伺いたいと思います。宮崎総務省。法廷自宅事務でありますので法廷にのっとりあるいは法廷に従って適切に対応しております。それからすいません、先ほどご質問いただいた除外申請の細かいご質問をいただいておりますがちょっと情報が入ってまいりましたのでご答えをいたします。本人確認、法廷代理人の確認ということで、申出書と、本人確認書類というのを必要としております。法廷代理人の場合は法廷代理人の、本人確認書類も同時に必要だということにしております。この確認書類というのは、個人番号カードあるいは運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等で、確認をするということにしております。以上でございます。宇都宮彩さん。先ほどの件は分かりましたし、先ほどお伝えしたように、保険証がなくされようとしている中で、このあたりの、本人確認どうなるのかまたしっかりご検討いただきたいと思います。それとですね今質問させていただいた件になんですけれども、例えばですねちょっと市民から伺ったんですけれども、宮津市で敬老会を開きたい、でも対象となる人がわからないということで、自治体の方にですねこの個人情報の提供について本人の意思確認を行っているようだということで伺っておりますけれども、今回ですね、住民にしたらですねこういった個人情報の取り扱い片方は本人確認なし、同意なしで、法律を行っているからできるんですよっていうことの、お答えだったと思いますけれども、この市民が新たにこういった敬老会の、ことに対して、意識確認を行って、敬老会に入っていただく、参加していただくということに関しては、行っておられるようです。非常にそれって丁寧なものが送られてきてます。そういうのがね、あるわけなんですけども、ちょっと読ませていただきますと簡単にですけども、敬老会開催させることから希望される自治会等へ対象者の名簿を提供しています。しかしながら敬老会の参加者の個人情報、住所、氏名、生年月日、性別を自治会へお知らせすることは個人情報の方の関する法律により適正な取り扱いが定められていることから本人の同意を得ることが必要ですということで来ています。で、同意するしないというものも合わせて届いている、こういったことに対してはなぜこのような文書が置かれてくるのかとか QA も一緒に合わせて来ているわけですけれども、再度この違いというのをお伝えしていただきたいなと思います。宮崎総務部長。先ほどご説明しました通り個人情報保護法は法令に基づく場合は本人同意なく提供できるということにしております。以上でございます。宇都宮彩さん。ですね、それからですねこの個人情報保護委員会の個人情報保護69条1項に該当することなんですけれども、こういったところで保護委員会のこういった名簿提供に対しては承認というのは必要なんでしょうか。
再度確認をしたいと思います。宮崎総務部長。個別の承認というのは必ずしも必要ではありません。宇都宮彩さん。ありました。まあでも長岡教師さんでは個人情報保護審査会で情報提供の拒否をしているというのが伺ってますので、そういったことが可能なのかなと思って聞かせていただきました。それではですね、最後の質問になりますけど、市は自衛隊への自衛官募集事務にかかる対象者の個人情報提供を行っておりますけれども、対象者には個人情報を提供する旨について同意を得ることなく個人情報提供を行うことは個人のプライバシー権、日本国憲法の13条の侵害であり、自衛隊への名簿提供をやるべきだということです。まあ、私はそう思っておりますけれども、市の見解を伺いたいと思います。宮崎総務部長。はい、ご質問いただきました。ちょっとその前に、今の前の質問で個人情報保護審議会の話もありましたので、ちょっと補足でご説明だけさせていただきます。先ほどの答弁で、個人情報保護審議会のにおいて、個別の事案についての審査はこれは不要だということを申し上げました。これはその通りであります。でその中で、個人情報保護審議会にこの制度の運用を変えたりするときは諮問できるということにしております。で今回の宛名方式に変えるにあたっても制度運用の方式の変更については諮問しております。で問題ないというご回答いただいているということであります。それが前の質問に対するお答えであります。最後のご質問ということであります。自衛隊の名簿提供をやめるべきだということで、見解をということであります。法定受託事務であります。法令にのっとり、あるいは法定に従って、適切に対応してまいるものだということであります。以上でございます。宇都宮彩さん。市の認識は、伺いました。私は、ね、今の質問に付け加えたのは、個人のプライバシー権というのは日本国憲法13条にあります。先ほど来も16歳から17歳の子どもたちの名簿です。やはりここの扱いというのは大変慎重になるべきではないでしょうか。本人に、あるいはその保護者にですね、こういったことを伝えずに行うということは、いくら、まあ、こう法律があるからやっているということだけにはならないのではないでしょうか。私はですね、この情報提供をせずに、やはり閲覧に戻して、さらには閲覧についても本人が除外できる対応などを求めますけれども、再度伺いたいと思います。宮崎総務部長。閲覧の方式戻してということであります。閲覧方式の場合も問題がないわけ、問題といいますかね、いろいろそれはそれで、特徴点があるということでありますが、宛名方式の方がシンプルでありますし、その情報って閲覧される情報というのも二情報に限られるということであります。そういうことも踏まえて、法令に乗っておりまして、それから法令に従いまして、今後も適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。宇都宮彩さん。すみません、ちょっと聞きづらかった点があったんで、宛名方式の方が何とおっしゃったのか再度ご答弁をお願いしたいと思います。宮崎総務部長。議員ご存じだと思いますけれども、基本住民基本台帳の閲覧の場合はですね、個人情報4情報、これは全て閲覧できるということになります。住所、氏名、それから性別、年齢というところであります。宛名方式の場合は住所、氏名のみの情報提供だということであります。宇都宮彩さん。最後にちょっと閲覧に戻してほしいということはお伝えさせてもらいましたけど、
まあ、自治体の中にもですね、やはり閲覧に戻したところもございます。まあ、初めにお伝えしました2024年令和6年の3月29日に奈良市在住の当時高校3年生だった市民が奈良市と国を相手取り、自衛隊への個人情報提供は憲法違反であるとして違憲訴訟を起こしていることについて紹介をしていきたいと思います。訴状によると奈良市は2023年令和5年2月に生年月日が2001年4月2日から2002年4月1日までと、2005年から2006年同月日の計6419人の名簿を紙媒体で自衛隊に提供しておりました。この、裁判については原告劉さんと言われますけれども、当時17歳ですけれども、同年の7月に募集案内が配達をされてきたということです。原告は個人情報を提供できる明確な法令は存在せず、名簿提供は違法だと訴えておられます。違法行為で取得したし活用した自衛隊も個人情報保護違反であり、憲法13条が保障するプライバシー権の侵害で精神的損害をかぶったとして賠償を求めています。この違憲訴訟について原告や、原告の保護者もコメントを寄せております。まあ、簡略化して紹介をしたいと思います。原告の劉さんは戦争はない方が良い、争いことは話し合いで解決すべきだと思っている、武器を持って戦う自衛隊に参加するつもりはない、全国で若者の個人情報提供を休めさせるためにも少しでも役に立てるならと決意をしました。また原告の保護者は当たり前だった学校のクラス名簿や連絡網は今の学校では作成されていません。それほどまでに今は個人情報を厳格に管理することが当たり前になっている。それにもかかわらず公の組織である市が本人の承諾なしに個人情報を自衛隊に提供していることはありえない。原告に勧誘はがきが届いた時の年齢は17歳の未成年であった。民間会社なら社会的な大問題である。保護者の承諾もなく未成年にこのようなことを行った奈良市と自衛隊に憤りを覚えるという内容です。さて、我が党で調査した京都府下26自治体の状況は2024年令和6年現在では名簿提供ありが10自治体、除外申請がそのうち4自治体、なしが6自治体、提供を行っていない、自治体、閲覧ですね、16自治体 に上っております。宛名シールで提供している自治体は先ほども述べましたように京都市と宮津市だけです。和塚町、井手町は以前情報提供を行いましたが、住民の抗議によって議会でも提出を求めないようそういった声が上がっており、現在では閲覧となっています。また長久教師では個人情報保護審査会で情報提供を拒否しております。京丹後市では情報提供を行わず、住民基本台帳の閲覧についても望まない対象者、親権者の対応はあるようです。またですね、本年7月に我が党の政府交渉では防衛省からの回答を新聞赤谷に記載しています。その回答内容は、地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わなかったことを理由に不利益な取り扱いをしてはならない、防衛省は知事市町村長に対し資料個人情報の提出を求めることが強制するものではないとしております。日本国憲法13条の中にはプライバシー権の保障がされており、個人の同意も得ずに情報提供することは大切な個人の情報を取り扱う自治体として住民の信頼をも揺らすものではないでしょうか。再度自衛隊への名簿提供については、対象者に個人情報を提供する旨について同意を得ることなく個人情報の提供を行うことは個人のプライバシー権の侵害であります。自衛隊への名簿提供をやめるべきということを強く求め、一般質問を終わりたいと思います。